お前空気を読めよ協調性ないねって言われ続けてきたけど空気を読む人こそわがままで自己中はいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターかちです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介してます。はいということで突然ですけど質問です。 空気を読むって大事やと思いますかはい、まあこの日本で生きていたら空気を読むことは大切だっていうような風潮があるような気がしますそれってほんまなんですかねうんどうなんでしょう空気を読んで言いたいことを言わない空気を読んでやりたいことを我慢する空気を読んで上司の失敗を指摘しない これってどうなんでしょう 空気を読んで言いたいことを言わないやりたいことを我慢するそれやったらストレスが溜まりますよねエネルギーがどんどんなくなっていくそうすると自分でエネルギーをいっぱいにすることができないから周りからエネルギーを奪うんですよね周りに褒めてほしい認めてほしいもっとこっちにアテンションほしいって周りからどんどんエネルギーを奪っていくそうすると周りの人もつなが疲れてしまってエネルギーがなくなっていくそして自分もエネルギーが空っぽになって自分の実力が発揮でき 今やりたいことに集中できないんですよそして空気を読んでチームの失敗を指摘しない問題を言わないそうなるとチーム全体が実力が力が落ちていきますよねだって問題指摘しないからい悪いところが改善されないままですから問題がマスクされた状態でその結果お客さんに迷惑がかかったり目標を達成できなかったりする。それって チームのためになるんですかね仲間のためになるんですかね自分のためになるんですかね空気を読めば読むほど誰も幸せにならないなんかそんな気がするんですよね。で、まあ、僕がそうやったんですけど空気を読むっていうのは相手に対する配慮とか優しさではなくて自分が 嫌われたくないとか認められたくないとか評価を下げたくないだから空気を読むっていうことが僕の場合は多かったんですよ周りから嫌われたくないから言いたいことを我慢するやりたいことをやらないねそれってね自分のエゴなんですよで自分のエゴで空気を読む結果相手の力を奪ってしまって相手の実力も発揮できずその結果チームもねあの生産性も落ちていく 誰も幸せにならならいですよ自分のエゴのためにみんなを不幸にしてる、はい、そんなことってないですかね僕の時はそんなことがありまくりだったんですよでねもちろん空気を読むっていうのは大事ですよ周りに対する配慮とか相手,に相手を尊重して発言するとかね相手を尊重した振る舞いをするこれは言うまでもなく大切です社会で生きるためのライフスキル空気を読むは大事なんですただ ただですす。よ、順番が違います自分にエネルギーがない状態で周りに対して気を配ったり周りの空気を読むっていう方向に意識を向けていくと向けていくと。 不幸にななるんんでですすよよってことなんですよだから順番は周りに矢印を向けるんじゃなくてまずは自分に矢印を向けるえー、っとね僕の場合はもう周りもう100%中95%ぐらい周りにこう360度方向でね意識とかエネルギーを向けていたそれを少し5%でもいい10%でもいいからちょっと自分の方向にエネルギーを向けていくで自分のねこのエネルギータこれはもう今これ空っぽ僕の場合空っぽやでもうなかったんですよ もうなかったもう空っぽですよ、もうこう,こうやってちょっと落ちてくるかもしれないけど空っぽなんですよ、空っぽだからこの空っぽの状態でね周りに気をくる配るとほら自分のエネルギーがない状態だから周りからねエネルギーを奪おうとするんですねくれくれちゃうになっちゃうんですよ、そうするとね周りから人がどんどん離れていきますだって奪われたくないから、ね、だからまずはこのエネルギータンクを自分で満たすんですよね、周りに向けている矢印を自分の方向に向けて自分の気分を上げる。ね ちょっとご機嫌の状態にするその人といると安心するなって思う人と過ごすんですよ疲れるなって思う人じゃない自分のそのまま受け入れてくれる人と過ごすそしてちょっとずつエネルギーのとか気分とかをねこう満たしていくんですよそういう人であったりそういう場所でもいいんですよカフェでもいいしリラックスできる温泉でもええそしてお気に入りの映画見るそんなんでもいいんですよ自分のとにかくリラックスできて気の使わない空気を読まなくてもいいってそういう時間を過ごすんですよ家族のために会社のために そしてあの,あの人のためにって気を配ってるそのエネルギーを少し自分の方に向けるそして自分の気分を満たすんですよじゃあこのエネルギーがね。 満タンに,になると自然体で相手に優しくできるんですよ。等身大の自分のまま相手と関わることができて相手に与えることができるんですよ。別に帰ってこなくてもいい。だって自分は満たされているからそういう気分で相手に対して配慮ができたり優しくできるんですよ。そうすると相手も自然に受け取れるんですよね。受け取れるんですよ。だからその相手に向けてる矢印を自分に向ける。でまずは自分を満たす。空気を生むのは大切だ。大切だけどもその向けてる矢印をもう少し自分に に向ける そうこういろんなところに、ね、エネルギーを、ね、こう分散させてたら今やるべきこの1点に集中できないんでですよ集中できない自分の、ね、やるべきことに集中できないから自分の実力が出ないフロー状態になれない夢中になれない夢中になれないから無理やりスイッチを入れないといけない努力の状態になる頑張らなきゃってなって自分が疲れてしまうしそしてその結果、えー、自分の実力も発揮できないんですよ。ね、あっっっといいうう間間にに時間が過ぎだっててここのの状状態態夢中になってる状態でこそ自分の実 実力が発揮でできるんですよ夢中の状態夢中になるためにはどうしたらいいのかそれはいろんなところに向けてる矢印をただ一点にフォーカスするんですよでエネルギーがもうねご機嫌な状態で溢れてる状態じゃないと夢中になれない疲れてる時ってねもうやっぱ、あのー、集中できないでしょだからそのエネルギーをまず満タンにしていろんなところに向けてる矢印をただ一点そこに向けるんですよそうすることで自分の実力も発揮できるし自分の実力が発揮できることでいろんな問題を解決してチームのお役に立てるお客さんにも感謝される ありがとうって言われるそのありがとうというエネルギーで自分もまた元気になってエネルギーが満タンになって自分もハッピーそして周りもハッピーそして職場も家庭も家族も子供もみんながハッピーになれるということなんですはいだから空気を読むのは大事ですこれ何回も言いますタイトルはちょっとね刺激的に空気を読む人こそわがままで自己調を言うてますこれはあえてこういうメッセージを言ってますそうしないと見てももらえないと思ったんで 空気を読むここととは大事ですでですすも順番が違う,っていうことですねまずは自分を満たすいろんなところに気を配ってるその気を自分の方に向けるそして自分が満タンになったら自然にその人に周りに優しくしたり相手を尊重したりするということですね。はい ということです今日のテーマはね、えー、空気を読む人こそわがままで自己中そういうテーマでお送りしましたもちろん空気を読むのは大事ですこれ何回も言ってます大事なんですけれどもまずはそのいろんな方向に向けてる矢印を自分の方に向けて自分の空っぽになってるエネルギーを満たしましょうそうじゃないと空っぽの状態やと周りからエネルギーを奪うことになって周りを疲れさせて周りからどんどん嫌われて人が離れていくんです相手に対する配慮をしてるのに周りから嫌われるって最悪じゃないですか、まあ、僕がそうやって もう本当にわかるんです。はい。だからまずは自分を満たす。はい。自分を満たしてから。えー あのー、空気を読むとということですでもね、こうやってね、同時進行やったりするんですよね。もうどっちかを先にやるというよりも、えー、やっぱ相手のことも大事なんで、人との関わりなんで。えー、だから、いきなりね、100自分にエネルギーを向けるっていうのは難しいと思います。だから5、5%でもいいし、10%, 10よりも5分でもいいです。1日5分でもいいので、もう自分のことを満たすっていうことだけに使う時間を5分。 もしくは10分できている人はもう30分でもいいですその時間を、えー、自分にプレゼントする自分にプレゼントすることで自分も相手にプレゼントできるようになるんですよ自分が自分をどのように扱うかそれが 相手が自分のののことををどよように扱ってくれるるかを決めるんですよねだから自分が自分のことを粗末に扱ってたら自分も相手から粗末に扱われるんですよねだから自分が自分のことを大事にする大切にする自分のことを満たすそうすれば周りからも大切にされるようになるとそのように僕は思っていますでそのようにね相手を尊重してかつ自分も尊重するっていうのはこれはね技術なんですよ一言で言ったらライフスキルなんですね でそのライフスキルを身につけることができたら相手も尊重しながら、えー、空気も読んでそして自分らしさを発揮できるそのように思っているんですでこのチャンネルではそのように、ね、自分らしく生きるあなたがあなたとして最高の自分を発揮できるあなたがあなたの人生を生きれるようにするためのライフスキルを紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチって押してくださいで一緒に学んでいきましょう仲間になってくださいで あの概要欄にもね、ブログを貼り付けてます。そのブログを見ていただいたら、具体的に日常生活のこんな場面で、職場のこんな場面で、このようにやったらいいですよっていう、具体的な考え方とか行動習慣っていうのが学べるような記事を、今36話ぐらいまで言ってるんですかね、えー、鍵貯めていますので、興味がある方はそちらもご覧ください。あ、あとね、えー、今日の動画、少しでも学べたな、ためになったな、おかっち頑張れ、マックス頑張れとか、逆に空気を読まへんなんてバカやっていうような、 反対なコメントでもいいですあ。僕は何回も言いますけど空気を読むことは大切やと思ってます、はい。でも順番が違いますよねって話ですね、はい。ここまで聞いていただいた方はもう分かると思います、はい。何か気になったこととか感想があればコメントもしていただけたら嬉しいです。全部見てますので。はいということで The End それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ